ピンポーンパンポーン。この動画及びこのチャンネルでは上記の要素が含まれます。苦手な方はブラウザバックをお願いいたします。問題ない方は最後までゆっくりしていただけると幸いです。どうも皆さん、ゆずきゆかりです。皆さんこんにちは、キズナあかりです。アコトラ第3回目の動画となります。今回もマイトラックを目指してクイックジョブをプレイしていきます。マイトラックを購入するにはまだまだ時間がかかりそうですね。私が欲しいトラックも最低価格で約10万ユーロなので、まだまだ遠い道のりですね。頑張って今日もお仕事していきましょうね。それでは早速行ってみましょう。出発。じゃあ何から運んでいきましょうか。お金を貯めたいので、運賃が高いものがいいですね。このおがくつパネルにしましょう。あれ、バーミンガムからカーディフって前回と同じルートのような。あ、確かに一緒ですね。運賃のみでコースまで見てませんでした。目的地までご案内します。前回は確かこの場所からトラクター運んでましたよね。木材いっぱい散らかってましたもんね。ちょっと風景の変わり映えはしませんが、せっかくなのでこのまま運びます。あと配送する前に寄りたいところがあるので先にそちらに向かいますね。寄りたいところ。マイトラックがなくて自由に走り回れないので配送のトラックを借りてトラックディーラーに寄っていきます。燃料泥棒。欲しいトラックを一度拝んでおきたいんですよね。エンストですか。え、ちょ、わ、え、鬼エンストしてますね。何があったんですか。あ、原因わかりました。6速から7速へシフトチェンジするとき、レンジ切り替えボタンを押さないといけないんですけど、誤ってエンジン始動停止ボタン連打してました。キー設定変えたばかりでしたもんね。焦りは禁物です。落ち着いていきましょう。右レーンをお進みください。はい、その先右方向です。いや、ちょっと待て、エンスト回数増えてんじゃん。えへ、なんかこのトラック調子が悪いのか。他のトラック感覚で半クラするとエンストするんですよね。お前の技術の問題だろ。さて、トラックディーラーに到着しました。早速トラック見てみましょう。これです。このトラックが欲しいんです。もう欲しいトラック決まってるんですね。カスタムもしたいですが予算が間に合わないので、とりあえずは最低グレートで購入して徐々にカスタムしていきたいですね。夢が膨らみますね。マイトラックとマイトレーラーも欲しいんですよね。フルトレーラーというものすごく長いトレーラーもいずれ乗ってみたいです。で、これ出られるんですか。任せてください。して抜け出しましたよ。編集の力だろ。どさくさに紛れて天才とか言ってるし、勘違いエンスト野郎ですね。そこまで言わなくても。右です。直進です。あ、雨が降ってきましたね。あ、本当ですね。よかったじゃないですか。お空もゆかりさんのことを祝福してくれてるみたいですよ。これ祝福なんですか。
強くなってるじゃないですか。どっちかというと洗礼だよ。雨の日は見通しが悪くて運転が大変ですよね。霧もかかってきてますもんね。郊外何もないのであれの出番ですね。ドナドナはもう歌わなくていいですよ。今回はゆかりレーシングです。ゆかりレーシング。何ですかこれ。ちょっとレーシングゲームっぽくないですか。こいつ早送りに味を占めたの。仮にレースゲームならバンバン抜かれてますけどね。唯一の雨を吹き飛ばそうというゆかりさんなりの気配りですよ。こうして見ると早送りでも結構距離があるんですね。郊外出ちゃうと風景も結構同じですからね。以前話した日本マップとかだと風景も結構変わって面白そうなので、こういうの前向きに考えてみようかなって思ってます。見慣れた風景になるとまた走る時の感覚変わりますよね。知ってるコンビニとか道路上に現れるとテンション上っちゃいますよね。再現度はどうなんですか。実際に見たことはないですが、かなり再現度高いみたいですよ。公衆地域は郊外簡略化されてるって言ってましたけど、日本マップは簡略化されてるんですかね。あ、それ確かに気になりますね。一回走りつつ、Google マップとかと照らし合わせたら面白そうです。やっと雨止んできましたね。結構長いこと降ってましたね。時間も結構遅くなってきましたね。もうそろそろ18時ですもんね。この地域は21時ぐらいからかなり暗くなってきますね。上り坂やっと終わったのでここから下りに入ります。すごい下りカーブですね。スポーツカーなら乗りっこできそう。確かスポーツカーのモッドもあるはずなんですが、ドリフトできるんですかね。あ、カーディフの看板出てきましたね。もう結構近いですか。近くは見てますが、まだまだ距離ありますね。ゲーム内時間って約2時間ほどなので、リアルタイムだと8分くらいだと思います。確かに、まだまだ距離ありますね。でもやっと、このトラックからおさらばできるんですね。あれ、なんかあったんですか。なんかこのトラックレースとすごいんですもの。だからそれはゆかりさんの魅了問題ですって。ツンデレ技術の重さとかブラックパワーによる部分かもしれないですね。じゃあやろ。さて、そろそろ通常運転モードに戻ります。やっと通常運転ですね。踏切が見えてきました。あ、確かにここ見覚えがあります。ちょうど列車が来てますね。微妙に坂道なのでエンストしないように頑張らないと。なんか聞いたことあるセリフだな。お、重い。けど、いける。エンストカウンター、大台に乗り上げしなかったですね。さすがにゆかりさんも何回もエンストしたくないですからね。それでも9回ですよ、9回。でも考えても見てくださいよ、ゆかりさんじゃなきゃもっとエンストしますよ多分。何の根拠だよ。この道を走ってるとちょっと思い出すんですよね、敵に襲われたあの日を。だからあれは追い越し車両だって。追い越し車両。教習所からやり直せ。難しいことはよくわかんないですが、ダメージを食らわなければ荷主様から怒られることもないので、もう満開ってことですよね。まあ間違いではないですね。それなら話は早い、簡単なことですよ。ちょ、今度は何ですか。あかりさん、大変です。敵が現れました。やったやった、そのネタ前回やった。あんた何回追い越しかけられてるの。背景邪魔くさいから消して。敵が真横に。怖い怖い怖い。なんでいつも抜かさずに挨拶だけしていくんですか。ゆかりさん、なんか恨みでも買ったんじゃないですか。しませんよそんなこと。ゆかりさんは至って真面目です。そんなこんなでなんとか配送先に到着しました。なんかいろいろあった気はしますが、とりあえず無事ですね。ここの配送先は随分とアスレチックになってますね。
そうなんです。ここ坂道がすごく多いので、パワーの弱いトラックで重い荷物積むと下から上がってくるのが結構大変なんですよね。20時になってだいぶ日も暮れてきましたね。感覚的にはまだ夕方って感じの明るさではありますが、この後は結構暗くなってきますね。駐車位置はまだ下ですか？はい、もうちょっとですね。今回はどこに荷降ろしを指示されるかドキドキです。ランダム、ランダム。お、駐車場所が見えましたね。ラッキーパターンです。頭から駐車して終わりです。運転練習なら毎回難しい方がいい気もしますけどね。これでぴったり。連結を外して。エクセレント。これで無事配送完了です。お疲れ様でした。アコトラ3回目は以上となります。それはそうと、左上の数字どうしますか？え、それまだ残ってたんですか？今日は勘違いエンスト野郎でしたが、無事配送は終わったので。エンストの神様にしておきますね。そんな称号いらねえ。今回も無事神様になれたので終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。次回はアコトラ4回目でお会いしましょう。それでは今回はこの辺で。バイバイ。